現在の映像をご覧いただいています。先ほどから東京都の対策本部会議が行われています。会議の様子お聞きください。医療提供体制につきましても予断を許さない状況は続いていて、厳重な警戒が必要であるとのこと。このためですね、今後の重症患者数の増加に備えまして、レベル2の重症病床数、これは現在150を倍の300床を視野に入れまして、必要な体制を確保するように、改めて医療機関にお願いをしているところであります。加えまして、現在、都として専用医療施設の整備を進めており、今月中には工事を完了、そして来月には開設する予定であります。さらに東京 ICDC で整備いたしました宿泊療養と入院判断のフローによって、宿泊療養施設のさらなる活用を推進をしていきます。ちなみに今日療養施設に直で入られた方は200人を超えています。また、先ほどのモニタリング会議で、東京 ICDC の専門家ボード座長でいらっしゃいます、賀来先生から、この冬の感染予防について、5つのポイントが示された、5つのポイントを示されたご説明をいただいたところでございまして、感染拡大を何としても食い止める、そのために基本的な感染症対策を徹底していかなければならないと、改めて痛感をするところであります。さて、年末年始を迎える季節となりました、都民、事業者、行政、一体となって、感染防止対策を改めて徹底をしてまいりたいと思います。都民の皆様方には、基本的な感染対策である手洗い、マスク着用、3密を避ける、これに加えて、こまめな消毒、換気を、こまめな換気、こまめな消毒、こまめな換気を徹底していただきたいと存じます。年末年始向けまして、忘年会、新年会など、飲食の機会が増える、そのようなシーズンになります。大人数、そして長時間の会食では、大声になって、飛沫が飛びやすくなって、感染リスクが高まるということであります。会食を計画なさる際は、小規模で短時間での開催をお願いをいたします。事業者の方にも改めてのお願いであります。ガイドラインを徹底して、そしてステッカーを掲示してください。一度ステッカーを掲示された方も、継続的に対策の確認を行ってください。そして利用者に対しましても、対策への協力を呼びかけていただきたい。換気扇の設置、窓を開けるなどによって、外が寒くても換気を徹底していただきたいと存じます。ガイドラインに基づいて、換気設備を導入する場合の助成金、用意をいたしておりますが、さらに助成限度額を引き上げるなど、制度の一層の充実を検討してまいります。総務局長から報告がございました。12月1日以降のイベントの開催制限であります。当面、来年の2月末まで、これを維持することとなりました。イベント主催者の皆さんには、改めてご理解、ご協力をお願いするとともに、感染拡大防止対策を徹底していただきたい。そして、これ以上の感染拡大、何としても防ぐ。そのために、都民、事業者の皆さんの新しい日常、正しく予防の行動の徹底をくれぐれもお願いをいたします。この後、臨時記者会見を開きます。都民、事業者の皆様に対しまして、感染拡大防止のための呼びかけを行ってまいります。各局におきましては、感染状況が最高レベルの4段階目になったこと、これに危機感を抱いて、危機感を持って、全庁一丸となって、感染拡大の防止、そして社会経済活動の両立に向けた施策の推進をお願いをいたします。以上です。ありがとうございました。以上をもちまして第40回東京都新型コロナウイルス感染症